はい、こんにちは。今日は、5月10日締め切りですね。こちらの中学生の手本、硬筆ですが書いていきたいと思います。こちらですね。なんかね、書いてる方が変わったからかな、少し書体が前とねちょっと変わってきてますね。だいぶ流れるような感じがね、よりね強くなってるような気がしますけど、ね、あまりね難しく考えないようにね、見たまんま書けば大丈夫です。で、あの記憶っていうのは崩さないように、いつもつながってるような感じはね出してください。少し、拡大をしましょうか。この辺かな。はい、中心線がねないので、はじめ練習の時はつけてあげるといいと思うんですけど、ここに書いてしまうとペンで上から書いた時消さないといけなくなるので、下に線を引いた紙を用意するといいと思います。それではね、今回昇級試験の方です。こちらはね、今月昇級試験と両方ありますので、まず昇級試験の方書きますよ。与えられる時間、与えるという字ですが、真ん中のこのあたりからギュッときます。字数はそんなに多くないんですが、これね大きめですね。こちら側しっかり出てこんな感じです。あった、こういうしっかり出ます。えら、こういうところ実際つながらなくてもいいんですけど、おつながり今分かりやすくちょっと書いてみました。与えられ得られ、れですね。る、時間、辺と作りがある場合、これがねちょっと書いてしまいますけどね、こういう風になりたいんですよ。時っていう字が来ますけど、その時にこう右側作り側が高くなりたいので、辺の部分を上から書くとぶつかっちゃいますよね、るにね。ってことで辺を先に下げておきます。こんな感じで書いておいて、こちらを上からこういうふうに、こうですね、こんな感じです。でそうするとね、ぶつからずにうまく入りますよね。はい、かん、これもねそうですよ、こうだんだんちょっと上がっていきたいので、このぐらいにしておいて上がりますね。でこうに来て、時間はみな、みなという字です、漢字です。こう来てこう、ここね縦が出るといいです。これねちょっとさっき短かったですけど、同じこんな感じで上がってあげてください。でこここうですね、跳ね返すようにここからこう、分かりづらかった部分ね、ちょっと印を入れていきましょうか。みなという字、これね今回はここしっかり見てあげてくださいね。4月の一発目ってことなので、そんなに難しいものではないです。基本的なところをしっかりと押さえていただければ大丈夫だと思います。やっぱね4月5月6月ってだん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 課題が難しくなるので、今回はチャンスかなっていうところもありますね。多分普通のところ見ていただいても、5、6年生なんか見ていただいてもね、わかるんですが、字数がかなり大きく、大きい字で、数もね、少ないですので、ね、やりやすいと思います。次は、どんな時が流れるかは、ときます。行と揃えます。ここからこうです。あ、ごめんなさい。これいきなり鉛筆になってますよね。ちょっと、ごめんなさい。こちらです。こう。と、運ですよ、うん、な、どんな、このタイミングで点々でもいいですね、うん、で時
から運に行くところであんまりこう点々にこう濁点にとらわれない方がいいです。どんな時、また時ってきますね。この皮変ですけど、これが下から書くんだよっていうの。例えばここ今なが ここで終わってますよね。でギュッて止めないでスーッと抜くんですけど、こういう風に抜いて遠くからこうやって入れるように、でトーントーンで次もです。トーン、はい、ギュッと来てトーン抜いといて、止まるのはここではなくスッと来てここで止まります。はい、ここでも止まってトーントーントーン、こんな感じです。これちょっともう一回寺という字を書きますね。1、2、1、この時に下からこう右上がりに書きたいんですよ。だから1、2、1って下に下げなきゃいけないんです。これがね、下に下がれないでいると1、2、1、例えば横に行っちゃったとしたら、こういう平坦なただの寺っていう字ならいいんですけどね、左にこう辺があってって やりたい時とか、こういう風にちょっと崩れた文字を書きたい時とかっていうのは1、2、1って下に下げる。で3、4、5、6、そうするとこう動きがね出るじゃないですか。これを狙って書きますっていうことで、ここから下に下げる、ここからも下げる、ががです。流れる、流れるもね、トーントーンストーンって降ります。で辺は上ですね、あ辺じゃない、作り作り作り、上から来てこう、ここもほら下から上がってこうですね、トーンで1、2、3、うん、でここから0る、止まるとこがないですね。あが自分、あ映ってなかったかも、自分、こういう四角い字はこういうところをしっかりと、行書だからってその辺がね甘くなるとあのかっこよくないです。うん、次第、はい、ひらがなです。連綿とか、連綿までいかなくてもちょっと君役見てください。しだい、この辺こうですね。次少し今まで出てこなかったのが出てきますけど、いい時を作りたい、いいってひらがななんですが、踊り字っていうのが出てきます。同じ字を重ねるときに使うものですけど、いい、こういうやつ、いい、見たことあるかな、どうですか、踊り字って言います、これね、いい、ここから、はい、時がまた来ますよ、3、4、5、6、時を作る、作りたいです、作る、1、2、これすごくここがね長くて短いですよね、極端に1、2で、ここから3、4、5、6下げる、で作りたい、少しねこういうところ、ここからこう行くところとか慣れてもらってから清書してもらいたいです。今回はちょっとだけ行書の感じが強く出てますね、いつもより。書き手にもよるんですよ。だからね、あんま難しく考えなくていいので、今回 あの課題はこれです。時がいっぱい出てきてるので、この寺っていう字、右側のこの部分、1、2、3で上がれるように、ここを下げておくっていうこと、これとこれが1個目、あ1個目2個目かな、
っちの辺の部分を位置的に下げるっていうことですよね。ここひらがな書き終えた後すぐじゃなくて下から行かないとこう上がれないからっていうところ、これね、これも押さえましょう。書き出しの位置を決める第一画目のこの部分を行の中でね下げておく。それから右の作り部分の 1、2、3画目、こうテラみたいなこう長いところ、長い横線の部分を下からこう上げるように書くっていうところですね。基本的なところではあるんですが、まずそこを押さえてほしいです。でこう港とかいう字もそうなんですけどね、こう左から右に上がってますよね。でそれから下にこう白っていう字がこう来てますけど、これね、そうなんですよ。ここちょっと補足しときます。みんなね、1、2ですね、こっちからこうです、3で、その時にこれこう上がるんですけど、ここも上がっててほしいんです。ここをね下げてこないように、まだ下にこう白っていう字がここに来るので邪魔にならないように上げておきます。ここね、この部分で最終的にはここがしっかり出てくれれば大丈夫なので、右下の重みっていうところではここがしっかり出てあげる。こう下にね下がって落ちてこないようにこの子しましょう。はい、こんな感じですね。わからないところは直接聞いてください。それでは頑張りましょう。